まずあの名誉毀損っていうのは、まあ、定義刑、まあ、刑事民事でいうとどちらもある話なんですけども、まあ、定義として共通しているのは、まあ、ちょっと法律上のことは一回読み上げますけど、公然と事実を適時し人の名誉を毀損することっていう定義がされています。まあ、簡単に言えば、まあ、公の場で何らかの事実を指摘してですね、人のことを、人の社会的評価を落とすようなことを言ってしまったことがこれに当たるっていうようなイメージかなと思っています。なるほど。まあ、例えば人事の誰々さんが浮気してますとかいうのを例えば SNS に書くとか、はいはいはい、まあ、社内で言いふらしまくるみたいなことをしたら、それはそれで当然責任を負うことになりますし、実際過去の事例でも発言には気をつけないといけないっていうのはまあそうなんだろうな。なるほど。まあ、なんで、まあ、企業の中の人としてとか、オフィシャルの見解としての、こう、あんまりこう、名誉毀損っていうのは、事例としてはあんまりないかもしれないですけど、まあ、会社に従事ってる、まあ、皆さん、こう、アルバイトでも、従業員さんでも、まあ、なんか社内の、そういう先ほど言われたような、あそこの社内出会いしてて、みたいなことを、まあ、いくら自分の友達の非公開の鍵垢だろうが、つぶやかない方がいいよっていうような感じですかね。そうですね。非公開とはいえ、スクショ取られて拡散されたりとかも全然あると思いますし、うん、まあ、やっぱり、不用意なことを発言すると、まあ、どうなるかわからないっていうリスクは、まあ、あるんだろうなと思います。なるほど。前、名誉毀損と、さ、今、侮辱罪っていう、侮辱っていう話が別にあります。まあ、誹謗中傷と言ってもいいんですけど、その、最近まさにネットいじめというか、SNS の中傷とかを、受けて亡くなられたっていう方が少し前になると思うんですけど、いらっしゃったことを受けてですね、侮辱という方が、あの、重く処罰されるようになったっていう改正はあるんですね。なので、国としても、まあ、この流れが多分逆戻りすることっていうのはおそらくないんだろうなと思うので、どんどん厳罰化の方向になるんだろうなと思っていまして、なので、国としてもそこはかなり気にしているところなんだろうなと。思っています。その侮辱っていうのは、その先ほどの例で言うと、まあ、事実を適時しなくても、まあ、人を侮辱したものっていうような定義がされていてですね、まあ、これ、まあ、具体例で言うと、先の浮気の例で言うと、まあ、A さんは誰々と浮気してるっていうのが名誉毀損で、A さんは浮気症だよねとか、これっぽいよねみたいなのは、まあ、侮辱みたいな。なるほど。例になるの、例としてはなるのかなと思っていて、まあ、ちょっと微妙な線引きはあるんですけど、事実として何か言ったかどうかってことで、一応法律上は分けられてるところではあります。やっぱ気をつけないといけないですよね、やっぱみんな。本当に。気軽に、もう本当 SNS 発展して、いろいろコミュニケーションやりやすい環境になってきましたけど、やっぱりこう、一回こう、送信する前に、ちょっと考える時間を3秒置くとか、なんかそういう癖づけはなんかあった方がもしかしたらいいかもしれないですね。自分にとっては、あの、誹謗中傷のつもりはなくても、受け手にとっては誹謗中傷って、こう、思われる場合も、ね、いろんな紛争が起きる可能性がありますのでね。最初に、まあ、されないためにっていう意味で言うと、これ当然、まっとうに来てても、誹謗される人っていうか、まあ、目立つ人とか多分そういう立場になっちゃうので、なかなか未然に防ぐっていうのは多分難しいだろうなとは思ってます。やっぱどこに行っても変な人がいると思うので。っていう意味で、やっぱり事故の対策にならざるを得ないのかなとは思っていて、もし、あの、された時には、一応法律上、まあ、細かい要件とかいろいろあるんですけど、あの、誰が言ったかとかっていうのを、ログインの ID とかを特定して、一応誰が発信したかっていうのを特定する手段は法律上一応あるので、まあ、やっぱりされた時に、毅然とした対応を取るっていうことにならざるを得ないのかなと思っています。ただ、ここはやっぱりどうしても、費用とか時間がかかるところなんで、なかなかこう泣き寝入りっていうのは多いんだろうなとは思うんですけど、まあ、防ぐためには、長い目で防ぐためには、そういった対応を取るしかないのかなとは思っています。もし、あの、視聴者さんとか、視聴者さんの親近者、友達で、なんか今、心を痛めてる人とかがいたら、本当、あの、何かなってからじゃ遅いから、あの、いつでも、まあ、キャタラ宛てでもいいですし、野田さん紹介しますし、まあ、あの、県政さんでもいいですし、本当誰かに相談する手段っていうのは絶対取りましょう。はい、今日はキャタラヤブの野田先生ありがとうございました。いやー、たくさん勉強になったんじゃないかなと思いますし、仕事相談さんからの相談もいろいろ回答できてよかったと思います。はい。
ということで、来月は、今年最後のキャタライブになります。日付は12月23日金曜日、クリスマスイブイブでございます。ゲストは、静岡のご当地アイドルノーフィルター。いやー、何か起こりそうな一夜になりそうです。ぜひ皆さんお楽しみに。モスチェキと